ただいまから国際経済外交に関する調査会を開会いたします。委員の異動についてご報告いたします。去る10日、比嘉夏美君が委員を辞任され、その補欠として宇都隆志くが選任されました。国際経済外交に関する調査を議題といたします。本本日日は海を通じて世界と共に生きる日本のうち 海洋環境の保全および海洋資源の持続可能な利用への貢献の在り方について3名の参考人からご意見をお伺いした後、質疑を行います。ご出席いただいております参考人は、埼玉県環境科学国際センター総長、東京大学名誉教授の植松光男君、公益財団法人笹川平和財団海洋政策研究所主任研究員の小林正則君、および 東京大学大学院工学系研究科副研究科長、同研究科附属エネルギー資源フロンティアセンター教授の加藤康弘君でございます。この際、参考人の皆様に一言ご挨拶を申し上げたいと思います。本日はご多忙のところ、ご出席をいただき誠にありがとうございます。皆様から忌憚のないご意見を賜りまして、これからの調査の参考にさせていただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いをいたします。 次に、に議事の進め方についいいて申し上げたいと思います。まず、上松参考人、小林参考人、加藤参考人の順にお一人、20分程度でご意見をお述べいただき、その後、午後4時頃までをめどに質疑を行いますので、ご協力をよろしくお願いいたします。また、ご発言の際は、挙手をしていただき、その都度会長の許可を得ることとなっておりますので、ご承知おきをいただきたいと思います。まあ、挙手でなくても構いませんので、何か配属出さればと思います。<laughs> なおご発言は着席のままで結構でございますそれではまず上松参考人からお願いをいたします